私の名前はリア・ベルナデスです。37歳で、パシフィック・フィリピンの出身です。家族の長女で12人の兄弟姉妹がいます。父は農業従業者で、母は縫製をしています。13人兄弟の長女として私の人生は苦労の連続でした。どんな仕事でも引き受けています。 結婚式などで司会や、そしてイベントのコーディネートを担当することもあります。でも主な仕事は小学校の家庭教師をしています。でも一生懸命働いて、どんな仕事でも引き受けていますが、私の稼ぎでは、毎月の家賃や電気代、そして水道代や食事代を支払うには、 まだ十分でではないんですまた田舎に住む両親が病気の祖父の薬代を援助してほしいと頼むたびにお金を用意するのも大変でしたどんな経済的な問題もそれを解決できるのは 教育を終えることとなどだと実感しています私は快適であるけれどもシンプルな生活を夢見ています。家族で、兄弟姉妹、全員が一緒に住めるような大きさの一軒を持つのが夢です。食事に困ることもない、そして家賃の支払いに困ることもない生活を夢見ています。そして、 兄弟姉妹がみんな大学の学位を取ることも夢です。そうすれば、より良い生活を送り、自分たちの家族を養うこともできるからです。次の日の食事の心配もしたくないんですよね。また、高節市場近くの路上に住む子どもたちのために夢も見ています。 物いをしている子もいれば、診断を吸っているような子もいます。ホームレスもいるし、虐待を受けている子供たちもいます。彼らが普通の生活を送れるようになることが私の夢です。教育を受けることは私自身が家族や家族だけでなく、このパレンケの市場に住む子供たちのためにもなります。私は現在、障害学習者のための ブリッジングプログラムに通っています。これは心理学学士号に必要なカリキュラムを受講する機会を与えてくれます。長い間私の夢はこの心理学学士課程を修了することでした。私の最大の目標はホームレスの子供たちのためにシェルターを設置することです。 そこで子供たちが本を読んだり、工作をしたり、そして無料の個別の指導を受けたりする滞在場所を確保して、最終的には生産的な人間になるようにしてもらいたいと思います。夢を生きる賞に選ばれたと言われたとき、最初は本当に受賞したことが信じられませんでした。 言葉が出ませんでしたが、最初に言った言葉が、神様を褒めたたえよだったということを覚えています。その時は本当に信じられなかったんです。ですが、感謝の気持ちでいっぱいでした。夢を生きる章のおかげで私は、大学卒業し、家族を養うという夢をついに実現することができます。 夢を生きる賞が大学進学のための資金となり、そしてまた私の独り立ちを支えてくれます。この夢を生きる賞で心理学者の資格を取得することを私は夢を見ています。貧しい人々のための夢の学校と、そしてストリートチュードリーのための夢のシェルターを設立するために、 経済的かつ専門的な能力を持つ自分を思い描いていますこんにちは私は SIA のプログラムディレクタージャッキー・シロガです私は夢を生きる人を取り行う皆さんのサポートができること大変嬉しく思っています リアさんのお話とても感動的でしたよね多くの受賞者の模範だと思います教育目標に向かって努力する中で他人を助ける方法を模索しているからです彼女のストーリーのどういった部分が心に響いたか皆さんチャットで共有してくださいまだこのストーリー見なかった方は今までの経験から クラブなどの経験かから何イインスパイアさされれるここととがあれば、そういい。ったことを、えー、チャットで共有してください私にとっては彼女が自分たちの兄弟姉妹を世話をしてそしてそして,そしてストリート充電のことも気にかけているということがとてもインスピレーションを与えてくれましたそしてチャットが皆さん全員に送、えー、られるように設定されることを確認してくださいね サムさんから来てますね。この話、本当にインスピレーションを与えられる、本当に好きですよという話をしてますよね。レイさんも、リアさんがとっても苦労しているのにとっても皆さんのことを気にしていると、キャロルさんからお話がありました。タニアさんからも来ていますね。キャスイさんが、私たちの声を聞いてもらえたというふうに多くの受賞者から聞いています。 もちろん金銭的な経済的なサポートもありますがこの話を聞いていただける価値があるというふうに聞いていただけるというのがとても嬉しいと皆さんおっしゃっています彼女の独立心そしてそういったパーエンパワーメントが素晴らしいと言っていますね学校を送り作りたいと言っているのは素晴らしいまた13人の姉妹の中の兄弟姉妹の中の長女だというのもすごいですねという話をしていらっしゃいます これ前も,もうずっと続けられそうですよね。とてもインスピレーションを与えられる話です。皆さん、意見を共有していただいてありがとうございます。今夜の夢を生きるショーのトレーニングを始めるにぴったりなインスピレーションを与える話だったと思います。では、ここからトレーニングの内容に移りたいと思います。ウェビナーへようこそ。 私たちの素晴らしい夢を生きる賞のプログラムについて皆さんと共有できることを大変嬉しく思います。まずこのウェビナーでは同時通訳を提供しています。私は少しゆっくりと話しています。これは通訳者のためにしていることです。これを使うことでグローバルメンバーシップをインクルージブにすることができます。まず 国際ソロプチミストアメリカのプログラムチームをご紹介いたします。チーフインパクトエンゲージメントオフィサーのアイシャ・ブラウンさん。私はプログラムディレクターのジャッキー・シロガです。プログラムコーディネーターはア,ボアベナ・アボアゲ。そしてプログラムスペシャリストのサラ・デトワイラーです。夢を生きるショープログラムは1972年以来、 国際ソロクジミストアメリカの中に定着していますこのプログラムを通じて51年間女性の教育に投資をしてきましたこれまでに約4万1,000人の女性が夢を実現するために4100万ドルを受賞しました女性の教育への投資は彼女たちだけでなくその家族や地域社会をも向上させます 夢を生きる賞とはではどういったものなのでしょうかこの賞は対象となる女性に現金を直接送る賞です。女性はその資金を自分の教育を支援するために自由に使うことができます。この賞のユニークなところは彼女たちの判断を信頼しているということです。ですから育児や授業料、 交通費、家賃など、女性にとって最適だと思われる使い方ができます。一つ覚えておいていただきたいことは、SIA 理事会では、プログラム参加の正式な定義は、現金を授与することであると決議をしています。これは単に症状やコンピューターの授与ではなく、 対象とななるる女性に現金を直接送るでなければなりません。応募資格は修士号以下の何らかの教育課程に合格または在籍している女性で自分と扶養家族に対して主に経済的責任を持ちその必要性がある人が対象となります。 ここでもう少し詳しく見ていきます。どのような教育プログラムが対象となるのでしょうか対象となるプログラムは以下の通りです。高卒認定、準学士号、学士号、資格プログラム、そして職業訓練です。すでに学士号を所得している女性であれば、第二の学士号であっても応募可能です。 オンラインプログラムも対象でとなります。大学院を卒業し、法学博士号や博士号、修士号、医学博士号などの学位を持つ女性は応募できません。では、どのような扶養家族が対象でしょうか。女性が主に経済的に支えている扶養家族であれば、対象になります。 18歳以上の子ども、パートナー、両親、兄弟姉妹も対象となります。保護者は主に経済的支援を提供していること、つまり、世帯の主な稼ぎ手であることが必要です。 では経済的に必要性があるとはどういうことでしょうか。この省に応募して際して所得制限の条件はありません。えー、例えば、えー、このお生活費の安い地域に住んでいる女性と子供だけであればかなり高い給与とみなされるかもしれませんが、 複数の扶養家族がいる場合、その中に強い医療ニーズがある場合、あるいは生活費の高い地域にいる場合はかなり低い給与とみなされるからです。やはり重要なのは申請者の全体的な状況を把握するということです。収入は支出より低いのか、あるいは過労死で生活している状況なのか、えー、基本的な支出を賄うために借金をかあ重ねていないかどうか、 例えば、頻繁に医療費が必要とされるような障害を持つ扶養家族がいるのかどうか、そうした、そのご本人の収入だけでは不十分な特別なニーズがあるかどうかといったことを見るのです。もし、そのご本人の収入が支出よりかなり高い場合、応募者の中には年間の支出を完全に記載していない人もいるので、応募書類の内容の正確性を期するためにも、 もっとより多くの情報を求めるということをぜひ行ってください。そしてそれを受けて再度審査した結果、彼女の収入が支出を大幅に上回っている場合は対象外となる可能性が高いです。もちろん生活環境というのは多々異なることがありますので、対象者に当たるかどうか不明な場合はメールでご相談ください。 もし皆様のクラブが夢を生きる賞の全く新しい、まあ、クラブであって、ですとか数年間休んでいたということでありましても、ぜひ考えします。で、ぜ、え、ひ、ー、自己紹介とサポートをお願いするという意味でもですね、リージョンチェアと連絡をぜひ、えー、取るということをお勧めします。 リジョンチェアはメンバーアカウントにサインしてリーダーシップディレクトリーページにアクセスすることができます。リストの一番下に d e ュ r Dream ボ w チェア Chair というふうに書いてありますのでそれを選択してください。リジョンチェアの全リストが表示されております。 そして、クラブが参加を決めたら、すぐにすべてのプロセスを開始することで、ストレスが少なく、楽しく、そして重要な期限を守るということも可能になります。まずは、夢を生きる賞のクラブツールキットをぜひお読みください。このツールキットには、応募者の募集方法、応募者の選考方法、等、また、受賞者の表彰方法、 SIA への報告、認知度の向上、そういったものが記載されております。でまた、ツールキットの中にある,夢る、夢を生きる賞の活動に関するチェックリストを参考にしてください。プログラムを成功させるために、クラブがその年度の各月に何をすべきかが説明されております。 これはクラブの活動を計画する上で重要な確認事項です。ぜひ、クラブの会長に、そのオンライン名簿に、この夢を生きる賞のクラブ委員長を正しく登録してもらってください。そして、その委員が E メールの連絡先リストを追加して、そして、きちんと重要な連絡を受け取るように、受け取れるようにしてください。 もし、あなたのクラブで初めて夢を生きる賞を送りたい場合、あるいはしばらく休んでいて、久しぶりに送るという場合、できるだけ早く賞の予算と送れるあの数をですね、決めておくこと。これを強くお勧めします。そうすることによって、外遊活動の指針にもなります。また受賞者にとって経済的に大きな影響力を与える賞を送ることができるようになります。予算額は、 お住まいの地域の物価ですとか教育費によって大きく異なります。主否義務は重要です。応募書類を読む人、これはですね、会員ですとか審査員として働く外部の人を含みますが、この人たちが必ず署名入りのですね、同意書を提出する。 してもらうようにしてください。特に小規模のコミュニティでは、応募している女性を知っている場合があります。ぜひ、ご本人の安全を守るため、申請者を申請する目的以外で、開示、申請書を開示されることですとか、担任と話したりするということは避けてください。こうした保持、秘密保持契約は、クラブの記録に残しておく必要があります。 SIA 本部は審査員や会員のために署名した秘密保持契約書は必要としていません。クラブが米国もしくはカナダにある場合、クラブ委員長が申請ポータルにアクセスするためには、秘密保持のための手続きが必要です。この点については、ポータルを利用するクラブを対象した次回の研修で取り上げる予定です。 クラブレベルで夢を生きる衣装に応募する場合、推奨される提出期限は11月15日です。米国及びカナダでのクラブでは、その11月15日以降、応募ポータルから新たな応募書類を提出することはできません。ただし、現在応募している方が更新をお願いしたい場合、 こうした場合には応募書類を編集することができます。なお、電子メールや手渡しでの応募は可能です。これは締め切りが過ぎた後でも、受け取りが良しとすれば可能です。そして、これは申請書が、申請書を提出するための推奨期限でありまして、クラブが受賞者を決定するためのものではありません。 地域によっては、クラブレベルでの応募に別の期間を、期限を設けているところもあります。えー、また、11月15日の締め切り後も、引き続き申,申請者を受け付けることができ、さらに詳しい情報を求めることもできます。 弓を生きる賞で大事なのは、その影響力というものがどれだけあるのかということを本部に伝えることです。そうすることで参加賞をもらえたり、あなたがどれだけ多くの人々の人生を変えることができたのか、それが本部にも伝わってくるのです。ご存知だと思いますが、本プログラムのインパクトに関する報告が変更になりました。締め切りは変わっていません。 地区審査がある地域のクラブは2月1日までに報告する必要があります。地区審査のない地域のクラブは2月15日までに報告する必要があります。そして地域、リジョンは3月15日までにトップリジョン応募と地域データを提出してください。 夢を生きる章のインパクトを報告するために PDF を使用する必要はありません。すべての報告は、す、え、べ、ーえー、てオンライン報告フォーラブを使ってください。えー、そして、えー、このクラブは、えー、クラブ送付上に記載された質問と同じ質問に答えます。 そして、そのオンライン報告書に、その最終、最優秀受賞者の申請書を添付します。そのコピーは SIA とリジョン委員長に送られます。リ委員長は委員長はこれらの申請書を用いて、リジョンの審査を行います。もしくは、地区委員長と調整して申請書を共有します。 こういったことをすることによってですね、オンラインの進出をする利点がいくつかあります。まず、えー、レポートを開始して保存して後で見返すことができます。提出後2月15日の締め切りまでレポートの編集が可能です。そしてクラブの記録のために報告書のコピーをお渡しします。えー これはもちろんこれまでにない変化ではあります。でも、夢を開くですとかビッグゴールアクセラレータープロジェクトですでに取り組みを行っていらっしゃいますので、こういった取り組みにも対応できると我々は確信しております。 弓矢ゆきり賞のクラブ委員長でオンラインフォームの使用に自信がない場合は、ぜひ会長と協力して技術が得意な会員を探してサポートしてもらいましょう。このプロセスをサポートするような動画ですとか文書もご用意しております。ぜひ何か苦労されている場合はですね、サポートをいたしますのでご連絡ください。こうした資料や報告書のリンクを見つけるには、ウェブサイトをご覧ください。 クラブメンバーズアン n d m e m というところをクリックして、プログラムリソースをクリック、live your dream awards をクリック、そして get started をクリックしてください。えー、メンバーフォー o r ポー p o ングということを、ところをクリック。そして、えー、このページでですね、リソースとリンクから、えー、このフォームにアクセスすることができます。何か問題がありましたら、ぜひご相談ください。 私たちはみんな毎年、えー、より多くの女性に賞を届けられるように努めております。しかしあなたのクラブの賞が、えー、皆様のリジョンが、えー、SIA から受け取るョンの資金を増やすことができるということをご存知でしょうか。えー、この SIA ですね。 それぞれ、えー、国際ソ,ソロプティミストアメリカですけども、地域レベルの弓を生きる賞の資金を提供しています。各地域は5000ドルの賞の一つと、そして全クラブ年度にその地域で配布されたクラブ賞の数に基づいて3000ドルの賞を追加で受け取られます。現在の年度である賞である22 23、23年度は、 全クラブ年度の21年22年度に皆さんの地域で授与されたクラブ賞の数に基づいているんです。規模は30個単位なので、それぞれの地域のクラブが1つから30個のクラブアワードを受賞した場合、 えー、その地域には5000ドルの賞が贈られ、そしてその地域のクラブが31から60のクラブ賞を受賞した場合は、えー、5000ドルの賞と3000ドルの賞を受賞することになります。えー、ご存知だと思いますが、えー、私たちは、 2031年までに教育へのアクセスを通じて、50万人の女性と女児の夢に投資するという大きな目標を掲げています。そのためには、夢を生きる賞を通じて、より多くの女性にアプローチしていただくクラブが必要です。そのためにはどうすればいいのかそのヒントがここにあります。えー、ぜひ、 えー、この地域外からの申請書を受理して、書、えー、を授与していただきたいと思います。ビジョンチェアに追加の応募に興味がある、あるいはクラブに応募が多すぎる場合、共有したいというふうに、えー、ぜひ伝えていただきたいと思います。そして、えー、もしくは SIA ヘッドコーターに、HQ にですね、えー、申請書を要求したり、えー、クラブがポータルを使用している場合は、 共有するために使用できる、そういったフォームがあるわけなんですね。そして、ぜひ、その、クラブがより多くの賞が与えられるように、 え、ミッションや大目標に沿わないプロジェクトからの資金を振り向けるように、我々おす,すえー、ぜひ強くお勧めします。新しいコミュニティパートナーとつながる。えー、ぜひ女性が自信を持って、えー、応募処理を完成できるように、応募ワークショップを開催します。 そして、省の資金援助を希望している地元企業と連絡を取って、審査員になってもらいましょう。新しいクラブでありましたら、SIA の新クラブの助成金、こちらぜひご活用ください。 新しいクラブは最初の賞金として 1000USB ドルを受け取ることができ、えー、それを利用するために2年、えー、設けられております新しいクラブにこの情報を連絡していますがもっと知りたい場合には私たちにメールを送ってくださいアメリカカナダのクラブ においては応募ポータルの利用をお勧すすめします。これを使えばソロプチミストを知らない女性たちが皆さんのクラブに直接応募することができ、応募処理の管理も一箇所に集まれられます。より効率的になります。誰が夢を生きる賞のクラブ委員長であるかがわかるように、クラブの名簿をアップデートすることも重要です。 セキュリティ上ポータルにアクセスできるのはクラブ会員だけです。これは安全性と機密保持のためにね、そうなっています。クラブはポータルで受賞者を表示し、表示された後はすぐに応募処理をすべてダウンロードしてください。 また、ポータルサイトでは、受賞が決まった女性も選ばれなかった女性も、あらかじめ用意されているメールのテンプレートで簡単に通知を送ることができます。ポータルについては、現時点では米国とカナダでしか利用できないため、今夜はこのポータルについて詳しく説明しませんが、今後数ヶ月のうちに米国とカナダのクラブを対象としたウェビナーを開催する予定です。 イベントページで情報をご確認の上お申し込みください。この夢を生きるプログラムは長く続いているため、多くの誤解もあります。まず時間をかけてそれらを解消していきたいと考えています。その後にクラブとのパネルディスカッションに移ります。では質問から始めましょう。皆さんに本当か間違いかを答えていただきたいです。 夢を生きる賞の受賞者はシングルマザーであることが条件である。この説明が本当だと思う人は親指を立てて、そして間違いだと思う人は親指を下げてください。この説明は間違いです。受賞者は結婚していてもパートナーがいても離婚をしていても そして、独身でも構いません。また、親である必要もありません。自分の親、子供、パートナー、兄弟姉妹など、何らかの扶養家族がいることが条件です。扶養家族を確認するために、応募者から納税証明書やその他の書類をもらう必要はありませんし、また、扶養家族の年齢制限もありません。 次の説明について、本当ならば親指を立て、間違いならば親指を下げてください。クラブが参加するには、最低限必要な賞の金額がある。これも間違いです。賞の最低金額はありませんが、受賞者の教育に本当に役立つ金額であるべきだと思います。例えば、 教科書が一冊150ドル以上するようなアメリカでは50ドルの賞金では受賞者に大きな影響を与えることは不可能です。過去に受賞した方は再度応募する資格がないことも覚えておいてください。ですから非常に少額な賞を与えてしまって再度応募ができなくなるような賞ではなく クラブによっては、賞金ではなくて、参加賞としてギフトカードを授与し、応募者に次年度の応募を促す場合もあります。本当であれば、本当と思えば、親指を立てて、間違えたと思えば、親指を下げてください。クラブは夢を生きる賞を一つしか授与できない。これも間違いです。クラブは資金がある限り、いくつでも賞を授与できます。 ですが最優秀賞受賞者1名のみがさらにリジョンレベルまたは地区レベルの審査に進めますクラブが複数の夢を生きる賞を授与することはより多くの女性にインパクトを与えビッグゴールへの推進力となりますクラブは夢を生きる賞を受賞した人のうち賞金を授与された全員を報告用紙を使って SIA 本部に報告する必要があります では次の説明です。本当か間違いか選んでください。学士号のみがこの章のために認められている。これも間違いです。先ほど言ったように対象となる学位は多岐にわたります。例えば高卒認定、準学士、学士号、そして職業訓練プログラム、またオンラインプログラムなどもあります。 すべて夢を生きる賞の対象となります。修士号や博士号、法学学位や医学学位などの大学院の学位は対象外で、これに、すでにこれらの学位を持っている女性は応募資格がありません。では次はどうでしょう。クラブおよびリジョンはイベントにおいて賞と賞金を授与する必要がある。本当でしょうか間違いでしょうかこれも間違いです。 受賞者がイベントに来ることに抵抗を感じていたり、すぐに資金を必要とする場合、クラブは可能な限り賞金をすぐに提供すべきでと思います。受賞者は、この場で修復されることに恥ずかしさや、そして危険を感じるかもしれません。また、学費や育児、車の修理などのためにすぐに資金が必要かもしれません。 クラブやリージョンはこのことを、こういったことを理解する必要があると思います。はい、次の質問です。賞金は受賞者の学校やプログラムに直接渡すべきである。これも間違いです。夢を生きる賞の特徴の一つは、女性に直接現金を送る賞であるということです。 そのお金で各自が自分の状況に応じて最善の選択をすることを私たちは信頼しています。クラブは受賞者の要請なしに賞金を学校に渡してはならないですのです。もしも受賞者が賞金を学校などに直接送るよう要請した場合にはその要請を満たすように最善を尽くしてください。次の質問です。受賞した応募者にのみ結果を連絡する必要がある。 他の応募者は連絡がない時点で受賞していないことがわかるから。皆さんこれが間違いだとも知っていますよね。すべての応募者には結果を知らせるべきです。受賞に至らなかった女性への連絡には Live Your Dream Award Club Toolkit にメールや手紙のサンプルを用意しています。そしてそのような女性にはギフトカードや 記念品などを送って、学業や進路に専念するよう励ますと良いと思います。また応募資格を満たしている場合は、来年も応募することができます。ウェブサイトに皆さんが役立つリソースを用意しています。英語以外の言語を話しになる場合は、各言語に翻訳されたリソースページもあります。 こういったリソースはウェブサイトにアクセスをし、言語別のリソースページに行き、そして次にプログラムをクリック、そして夢を生きるのセクションに行くと見つかります。<laughs> 英語圏の方はウェブサイトにアクセスし、for clubs and members、スクロールダウンして言語を選び、プログラムに行き、 リブ・ユア・ドリーム・アワードのセクションにあれば、そこですべてのリソースがご覧いただけます。英語圏の方、ウェブサイトにアクセスをし、for clubs and members、そして、プログラムリソースをクリック。スクロールダウンをして、リブ・ユア・ドリーム・アワー c クラブ・ t o ールズに移動します。それをクリックして、リソースがご覧いただけます。 このオーバービュー、皆さんの役に立てればと思います。そして皆さんのプロセスの手助けになればと思います。では、今の、ここからは夢を生きる小プログラムを成功させた事例を持っているプログラムに携わる会からお話を聞くことにしましょう。 このプレゼンテーションを見ていただいてありがとうございます。では、ここから、エルシー、フィリピンリジョンのエルシーさんからお話を聞きます。皆さん、こんにちは。エルシー・バスコです。SI ・バタンガのディレクターをしています。SIA ・フィリピンリジョンの担当です。もう、9年間、ソロプチミストの メンバーです。私たちのクラブのとてもダイナミックな会で、そしてレビュー Your 目を生,生きる賞をコミュニティで提供しています。伝統的なもの、そしてデジタルのメディアも使っています。Facebook が主に使われています。そしてフィリピンではよく使われているんですね。Facebook ではとても高い利用者を募っています。そしてこのプラットフォームを使って 情報を提供しています。これによって、夢を生きる省のインボックスへの連絡がとても増えました。そして地域の政府とも提携をしています。パートナーシップを作って、そして候補者の推奨を受けています。 候補者を提供していただくだけでなくて、メンタリングや、そしてサポートなども、そういった応募者のために行っていただいています。学校やコミュニティにおいても、そういった候補者の提供を受けています。そういったパートナーシップを使って、ただ、候補者を見つけるだけではなくて、様々なプログラムを使ってメンタリングも行っています。この賞を受けた人,人々が様々なガイダンスを受ける手助けをしています。 皆さんのクラブがさらに多くの女性に手を広げたい場合は、私たちの、えー、プロセスを手本にしていただければと思います。様々な材料、えー、そして仕様をウェブサイトに用意しています。それを使っていただきたいと思います。ですが、それぞれの政治的、そして文化的、そして教育的なシステムに従って変えていくことが必要だと思います。 この戦略はですね、応募者の毎年書えています。このクラブでは、フェデレーションのレシピエント、応募者の受賞者、そしてリジョンの受賞者も生み出しています。そして最後ですが、この受賞者たちに大学の教育を受けられるようサポートしています。そしてさらに資金が必要な場合は、 私たちがファンドレイジングを指定します。メンタリングのプログラムはとても大切なサポートとなっています。そして受賞者たちが教育を続けられる仕組みを作っています。資金の提供だけではなくて、もう全体的なアプローチがとても大切だと思います。そうすることで女性や女児が教育を続けることができます。 そうすることで彼らの人生が変わるわけです。ありがとうございます。エルシーさん、ありがとうございました。素晴らしいおご意見だったと思います。次は、スー・バックリーさんからお話を聞きます。シエラ・パシフィックのリジョンの方です。皆さん、こんにちは。中央カルフォルニアですが、今とっても暑いんですね。クロービスのプレゼントをしています。 私たちにとっては、この見を切る賞で、とても個人的なパーソナルタッチが必要になってきます。皆さん、とても注意深く、このどういった女性たちがこの受賞にふさわしいかというものを注意深く、そしてローカルなコミュニティを使って、そこから選ぶことがとても大切です。カルフォルニアにおいては、ケアプログラムというものがあります。 これはこういったこういどういった学校においても生徒のサービスセンターを使ってそしてまた、えー、資金の提供をするそういったサービスも通して、えー、候補者を選ぶことができます。エルシーが言ったように私たちはただリソースを使って ででからのースを使ってて、いるわけではなくて私たちが個人的にですねそれぞれの大学のキャンパスなどに連絡を取ってそういったどういった方がいるかさまざまな資金が必要な方々にアプローチをしています。クラブのメンバーを一人ずつそれぞれの大学にアサインをしてそしてそれぞれの女性が既にもうコネクションがある。 方がいるかもしれませんので、そういった大学の方々に連絡を取り、そしてそれぞれの担当者が責任を持って忍耐強く。ええー、そうですね。 ぜひ、二体強く、その、キャンパスの人たちと一緒にサポートして、E メールをしたり、途中立ち寄ったり、その、受賞のですね、申請の締め切りが近づいているということをお知らせするんです。 この夢を生きる賞は、ぜひ、地元の大学のウェブサイトにも掲載をします。そうしたことによって、学生さんも、あのその機会があるということをお知らせすることになります。また、その夢を生きる賞の受賞者に対して、交通手段のも提供します。 そして、その受賞式にちゃんと出席できるようにするということなんですね。ですので、そういった大学機関において、その地域、人たちがちゃんと受賞の機会があるということを知らせてください。また、地元のメディアの方も招待しています。35の機関において、3万8000ドルの賞金が当たられております。 近くのクラブで、えー、多くの機会が提供されております。ですので、ぜひ皆さんの地,も地元の学校において、えー、そうした進出をすべき女性たちですね。そうしたターゲット人口、えー、ぜひ認識してください。まずそこから成功が始まります。つまり、えー、パートナーシップが重要だということです。 ありがとうございました。さん。本当におっしゃる通りですね。パートナーシップがすべてだということですね。はい。では、次は、リティシャンさん。レティ・マツダさんですね。じゃ日本の東リージ,ジョンの方です。皆さん、こんにちは。レティシャ・マスダと申します。私は SI、埼玉東リージョンのメンバーです。私は、リージョンプログラムチェアです。 そして今、今年でですね、ソロッティミストを始めてから25年を迎えました。こうしたクラブのインパクトという意味で、東リジョンはシステム、シェアリングシステムというものがありまして、その申請というものがですね、他のクラブと共有をするようなシステムを行っております。それは申請を受けられないようなクラブと共有するということです。そうすることによって、 このクラブの受賞者をちゃんと生み出すような喜びもクラブに体験してもらうわけです。そしてクラブにおいてはまた情報共有というものを通して申請のやり方ですとか、そしてリジョンの他の受賞者とどのようにつながるかというような情報共有もします。また、その受賞者が ジョイントプロジェクトを行うということもできます。東リジョンにおいて、すべてのクラブに対して情報発信をして、こうした共有システムのことを知らしめています。東リジョンにおいては、またリジョンの省および追加の10個のリジョン、 の表。そして、20の、えー、その奨励賞というものも出しております。これはとても強力にサポートしております。えー、例えば、宣伝ですとか、もっと夢を生きる賞の申請者が増えるように、えー、役に立っています。そして、この夢を生きる賞が、こうした形で推進されています。また、夢を生きる賞は、えー そういったカンファレンスにも招待をさせて、されて、そしてスポットライトも当てるという形で宣伝されています。つまり、そういったことを通して、えー、表彰された人たちがどのような活動をしているのかということが知られるわけです。えー、また、クラブの会長やゲスト、そして、これまでのガバナの方々にも招待がされます。 そして、受賞者が一堂に会して、そして情報共有もする機会となります。受賞者がリラックスした形で他の方と話すようないい機会になります。オンラインコミュニティも気づき、そして、ソロテミストのメンバーも歓迎されております。こうしたことを通して、彼らとの関係性づくりも強化しています。ですので、私のメッセージとしてですね、 えー、あのー、強く発信していたんですけども、やはり申請者が、あのー、まあ、母親であるということもあって、強く共感されました。また、えー、ソロプテミストの動画を出して、 見せて、そしてソロプテミスのプログラムも紹介されました。また、リジョンの受賞者の方が、ある方がですね、この夢を生きる賞によって自分自身がどのようなインポットを受けたのかというようなスピーチをされました。 そしてまた別の方々もですね、ソロテミストが素晴らしい活動をしていることをおっしゃってくださいました。またある男性がですね、この方の妻にソロテミストに入るように進めたんだというような話も私伺いました。この日本のソロテミストは SIA から提供された情報をもとに始まったんですけども、この地域においてですね。 そして、こうしたプログラムに関連して、よりよく説明をしたり、その申請者を募集したり、そういったことが、において、例えばワークショップを開いたり、その説明をしたり、ソロってミスの紹介をさせていただいております。 また、こういった活動を通して、えー、クラブが、そのプログラムのことをよりよく理解してもらうということもしております。これは、えー、クラブが変わってても同じです。また、クラブにですね、いろいろな、えーえー、活動に参加してもらったり、また表、その賞金というものを与えるように、えー、省励もしています。この地、私たちの地,地,地理上におきましては、より多くの、えー、その受賞者というのは、えー、その、 コースを終了してから、またさらに増えるというような状況となっております。ありがとうございました。そのジョイントのプロジェクトによってですね、クラブがお互いにこう集まって、そのいろんなことを共有できるという、そのメッセージ素晴らしかったです。ありがとうございました。それでは最後ですね、ノースウェストリージョンのターニア・プライス・コナ・パカカさんにお願いしたいと思います。こんにちは。 ハーニャ・プライス・コナフカ,サコナフカと申します。私はスラップ・ト・ミストに入った2003年以降です。からです。現在は SYY フィッシュの次期会場です。ステモンド・ダの地域のものです。そしてこの1年間、<laughs> えー、この夢生きる賞。 に関連して会長を務めてまいりました。私たちはですね、いろいろな大学のキャンパスですとか、えこの,のえモンタナ州の北西部において様々な場所を通じて自己紹介をし、ソートミッションのミッションの説明をしたりしています。また、夢へ生きる賞のチラシをこう配布したりしました。これは、えその様々な大学の管理者、 ですとか、学生のレベルの方々に、えー、渡しました。また、あるところでは、このアプリケーションポータルから18の申請を受けたんですね。そして、すべて全員が、すごくこう、結果として皆様、とても、えー、結果が同じような、えー、レベルだということがわかりました。これは、その60、ま、え、し、ー、その審査員の結果ですね。 そして審査員が、審査した結果、全員が対象者になるべきだということで、そして、その我々の財務委員会に対して全員に表彰するように、これは総額3万ドルが授与されました。2月13日です。f y y ィッシュはかなり大きなインパクトを与えたと、 思います。つまりこうした18人の女性、そしてそのご家族のためにインパクトを与えられたと思います。また追加のプログラムは現在検討中です。そしてまだまだあの初期段階ではありますけども、これはですね、す、え、べ、ー、ての夢を生きる賞の受賞者に、えー、が対象となっております。えー、これは、例えば、えー、衣服代、学費の、あ学校の、えー、文房具ですとか、ネットワーキングですとか、コミュニケーションの授業、 そしてその間、あの、子供の保育費というものも出されます。また、現在クラブにおいては、インパクトを伸ばすということを目的にですね、私がアドバイスしているのは、えー、キャンパスなどに行って、まず自分のことを紹介して、えー、ソロプテミスのミッションを説明するということです。えー、この学校の経営陣に対してですね、そして、えー、この、 ストロプティミストの申し込み書を渡して、E メールですとか、リンクも提供してください。また、チラシも提供して、対象者になれる女性に渡してくださいというふうに言います。そして、2番目には SIA のリソースもぜひご活用ください。とても私にとっても役に立ちましたし、このオリブヨツールキットですね。また SIA アプリケーションポータルというものも大変役に立ちました。 ありがとうございました、ターニアさん。私、リソースが役に立つって絶対いなさいなんて強制してませんからね。いや、ほんとそうですよ。いや、でも本当に助かってるんですよ。ウェブサイトもボータルもとても素晴らしかったです。ありが、いや、それ聞けて嬉しいです。ありがとうございます。いや、パネリストの皆様、ありがとうございます。 それでは、ここからは質疑応答の部分に入っていきたいと思います。あまり時間は残っていませんが、えー、チームがですね、いくつか質問にすで,すでにお答えして、えー、いるんですけども、何か質問がありましたら Q&A のところにぜひお願いします。 夢を生きる賞に関して、ぜひお答えください。何か、E メールをしてください。何か、後ほどですね、E メールで連絡が必要な場合は、我々に E メールをしてください。では、サラさんの方から質問を1個か2個くらいお願いします。はい、では、素晴らしい質問ありがとうございます。それでは。 ポータルウェビナーはいつ開催されますかという質問です。ポータルウェビナーは9月の最初の方です。まだ日にちは決まっていません。えー、日日が決定次第ウェブサイトに掲載されます。これは英語のみです。ポータルは米国とカナダのみが対象ですので。では、なぜ申請者が扶養家族がいたり、その主要な、えー、その、 稼ぎがしゃでなければならないのか、インフレ等もあるので、今誰でも苦労していると思うんですけど、そうですね。確かにインフレの影響で生活費が苦しくなっているのは確かですね。ただ研究の結果、その教育用の奨学金というのが、えー、我々がたの対象者、 に関してですね、あまりいない,いないということが分かってるんです。つまり女性で、えー、その家族の主な稼ぎでということなんですけども、やはりちょっと小外側からちょっと支援が必要な人たち、えー、ということで我々、そういった方々にフォーカスしているんですね。では他の質問なんですけども。 申請の数、どれくらいだと多すぎるということになりますでしょうかはい。この質問は先ほどのプレゼンテーションの中でもあったようにですね、あまりにも申請の数が多い場合という話がありましたけども、これは本当にクラブの、えー、判断に委ねられております。例えば、ターニアさんの場合、18人の申請者がいて、えー、予算としては2人しか設けられていない。もう本当に予算が足りないという場合でありましたら、 まあそれは多すぎるということになりますよね。で、キープするのか、それとも他のクラブにシェアするということもできるかと思います。はい。ではもう一つだけお願いします。質問。素晴らしい質問がいっぱい来てるんですけども、あの、もちろん後ほど E メールで送ってくださればと思うんですが。はい。それではですね、こちらなんですけども、 たい、えー、その表彰金の平均額なんでしょうかということで、素晴らしい質問ですね。いや、この、今年の受賞金全部、あの、まだ計算してはわけないんですけども、えー、昨年度の平均は1400米ドルです。やはり、あの、我々が推薦しているのは、受賞をする金額を決める上で、その女性方にとって、やはり何らかの意味があるような、 賞金、賞金の額にしてください。その地域や国に応じて、その額は変わってくると思いますけれども。はい、ありがとうございました。それではですね、今から、えー、夢を生きる賞の受賞者からど、えー、の紹介、そしてクラブチェアでもいらっしゃいます、彼女から、えー、お声をいただきたいと思います。皆さん、こんにちは。前田ハーストです。 1977年、私は大学を数年前に落第した後に大学に戻ることを決意しました。1979年、マーロ・トマスさんが夢を生きる賞プログラムを宣伝していたんです。それで私は応募しました。1980年、私はローカルレベルとそしてリジョンレベルの賞を両方受賞できました。私は当時離婚していて、 シングルマザーでもあり、夫の虐待と、そして違法行為のために夫の元を去っていました。夫は刑務所に入っていて、経済的な支援は受けられませんでした。政府のプログラムで何とかやっている状態ではありましたが、経済的な状況を改善するために学校に戻りました。私は出席したこの2つの章の授賞式はとても感動的なものでした。 自分と同じような他の女性たちの話を聞くことができたんです。ソロプチミストのメンバーの方々は皆さん笑顔で、私学校に戻り、子育てと仕事をしながら教育を受け続けることができる自信というものを与えてくれました。1981年に学士号を取得、そして1985年には他の女性も助けたいと思って地元のソロプチミストクラブに入会しました。 教育のプロセスがとても大好きになって2001年には修士号も取得しました。その5年後、夫の介護のために退職することになりました。私はソロプチメストクラブであらゆる役割を経験し、現在は3回目のクラブ会長を務めています。私のクラブと地元地域の他の 12, 12あるクラブのために夢を生きるプログラムを運営しています。 もしあなたが世帯主の女性でこのビデオを見ていらっしゃったら、皆さんも私と同じように経済的安定と自給自足への旅をすることができることを知っておきてもらいたいと思います。決して諦めず一歩一歩進んでほしいと思います。もしあなたが寄付をされているのであれば、ご支援ありがとうございます。皆さんが私の夢を叶えてくれました。このプログラムを可能にしてくださっているサポーターの皆さん、感謝いたします。私の 夢を信じてくださって本当にありがとうございます。経済的な安定という私の夢を実現できる自信を与えてくれました。私は家族を助けてくれたんです。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。タナ・アドワーズと申します。ファンドレーズンカウンシルの会長をしています。皆さん、このウェビナーにご出席ありがとうございます。女性たちです あなたのコミュニティでの女性たちをこの夢を生きる賞を通じて手助けすることができます皆さんどうぞ女性たちをこの19のリジョンを通してサポートしていただければと思います皆さんの寄付というのが本当に必要な女性たちをサポートすることになります人生を変える夢を生きる賞を受賞者に与えることができるわけです 皆さんのメンバー、そしてクラブを通して、えー、寄付を、えー、行ってください。このソロプシメストのウェブサイトを使って、えー、寄付をしていただければと思います。チャットにも、えー、リンクドサイトを貼って